いやなんかスバルのなんかあんまりインターネットとかしない友達がなんかあのスバル別にあのホロライブ入ってるよって知らない友達がねホロライブを見始めたんだよ。あの気づかれてないんだけど女の子なんだけど誰にハマるのかなと思って、まあ、ニヤニヤしながら見てたらそのコロネにハマったのね。わあコロさんですかははみたいな感じでけど、いやスバルねマジ私生活声めっちゃちっちゃいからなんかあの喉がさあのずっと喋ってるからさあんまりさあの元気じゃないからさ私生活だとはい、あ、わかりましたみたいな、なんかこうやって生きてるか。いや、マジで。あ、それで大丈夫です、ありがとうございます。なんか、その子インターネットマジでせんから生配信文化みたいなのもあんまりしないわけね。そしたら、で、最近誰見てんの、ま、ホロライブまだ見てんのって見てるよって言って最近どうなん誰見てんのって聞いたら最初はコロネスキーだったんだけどでも最近はペコラちゃんも気になってるからなんかあのペコラスキーになろうかなって言い出したのね。でその子多分コロネスキーから入ったからあのスキーがなんかファンみたいな。その子がいつかスバルスキーになってくれたらいいな。